テクテクネバールくん。今日はネバールくんが聞いた怖そうで怖くない話を紹介するネバー。一人暮らしを始めた男性がいたネバー。その男性が住み始めたアパートの隣にはたくさんのお墓があったネバー。男性は霊感もなく何よりもお金に困っていたネバだから、怖さよりもその家賃の安さに惹かれそこで暮らすことにしたネバ。一人暮らしをしてから初めてのお盆休みを迎えた時のことネバ。男性は実家に帰郷することにしたネバ。実家に帰るため外に出ようとしたその時、一瞬背筋がヒヤッとしたネバだけど、男性は気にせず実家に向かったネバ。一週間ほど実家で過ごし、久しぶりに自分の部屋に帰ってきた男性。そこで男性はこれまでの人生で経験したことがないほどの背筋の凍る思いをしたネバよ。部屋に入るといつもと違う雰囲気。男性はブルブルっと震え出したネバ。男性の部屋のクーラーがつけっぱなしだったネバ。男性は後日その月の電気料金を知り愕然としたネバ。みんなも出かけるときはエアコンのつけっぱなしに注意するネバよ。テクテクネバールくん。今日はネバールくんが聞いた怖そうで怖くない話を紹介するネバ。一人暮らしを始めた男性がいたネバ。その男性が住み始めたアパートの隣にはたくさんのお墓があったネバ。男性は霊感もなく何よりもお金に困っていたネバだから、怖さよりもその家賃の安さに惹かれそこで暮らすことにしたネバ。一人暮らしを始めて最初の休日、その日男性は自分の部屋で久しぶりに休みを満喫していたネバ。すると隣の部屋から振動とともにとてつもない音が聞こえてきたネバ。その音は止まることなくしばらく繰り返されたネバ。男性は頭を抱え、その音が鳴り止むのを待ったネバ。我慢のできなくなった男性が部屋を飛び出そうとしたその時、隣の部屋から怪しい声が聞こえたネバよ。フルコンボだどん。ギャーギャーギャー。隣の人がフル音量で太鼓の達人をやっていたみたいネバ。男性は部屋を飛び出しすぐに音を下げるように言いに行ったネバ。みんなもゲームするときは注意するネバよ。テクテクネバールくん。今日はネバールくんが聞いた怖そうで怖くない話を紹介するネバ。これはある女の人が体験したお話ネバ。その日女性は寝坊をし、いつもと違う通勤時間に会社に向かっていたネバ。すると女性は自分の後をつけてくる何者かの気配を感じたネバ。怖くなった女性は振り返ることもなくまっすぐ前を見て急いで駅に向かったネバ。しかし女性は怪しい気配がどんどん近づいているのがその足音から分かったネバ。どんどん近づいてくる怪しい気配、そしてついに女性の肩を掴んできたネバ。女性は強制的に振り返ると背後で
キラリと刃物が光ったのに気がついたネバ。目をつむり覚悟を決めた女性。すると耳元でこんな言葉が聞こえたネバ。ちょっと大事なハサミ忘れてどうすんの。美容師にとって命みたいなものでしょ。大事な忘れ物に気がついたお母さんが美容師の娘さんに届けてくれたねばね。もしもハサミを持たない美容師さんがいたと思うとゾッとするねば。みんなも忘れ物には気をつけるねばよ。テクテクネバールくん、今日はネバールくんが聞いた怖そうで怖くない話を紹介するねば。あるところにゆかりちゃんというハーフの女の子がいたねば。ゆかりちゃんのお父さんはゆかりちゃんが小学3年生の時に不慮の事故で亡くなっていたねば。それからアメリカ人のお母さんはゆかりちゃんを学校に通わせるため朝から晩まで頑張って働いたねば。その甲斐もありゆかりちゃんは母子家庭にもかかわらず何不自由のない幸せな生活を送ることができたねばよ。しかしゆかりちゃんが中学生の時お母さんが過労で倒れ緊急入院。そのまま息を引き取ってしまったねば。亡くなる直前お母さんはベッドの上でゆかりちゃんにお守りを渡していたねば。ゆかり、これから一人で頑張って強く生きていくんだよ。でも本当に辛くなった時はこのお守りを開けなさい。それがお母さんの最後の言葉だったねば。その後ゆかりちゃんは親戚の家に引き取られ高校に進学。通学カバンにはお母さんの大事なお守りをぶら下げて学校に通っていたねば。そんなある日クラスの男子がゆかりちゃんのお守りを見てからかい始めたねばよ。ゆかり、なんだよこれ、いつも汚いお守りをつけて。そう言うと男子はお守りを開けようとしたねば。やめて、そのお守りは死んだお母さんがくれた大事なものなの。必死に懇願するゆかりちゃん。しかし男子生徒は調子に乗りお守りを開けてしまったねば。すると中からは小さな紙切れが一枚。拾い上げた男子生徒はその紙切れを見た瞬間みるみるうちに青ざめていったねば。そこにはお母さんの字で一言、ゆかり、シャイン。シャイン、ローマ字で読んだら死ね。お母さんはゆかりちゃんの人生が輝いてほしいと願い、その気持ちをお守りに収めていたねば。同じ話でも状況一つで随分と状況が変わるもんねばね。テクテクネバールくん、今日はネバールくんが聞いた怖そうで怖くない話を紹介するネバ。これはある小学生の男の子が体験したお話ネバ。その男の子はあまり頭も良くなく、テストをやればいつも0点、運動もできなかったネバ。クラスで一番体の大きい番長にいっつもいじめられてたねば。そんな男の子の前にいつの日かこの世のものとは思えない
坊主頭でひげを生やした全身真っ青の化け物が現れるようになったねば。その化け物は不思議な力を持った道具を使い、男の子の願いを叶えていったねば。空を自由に飛ぶこともできたねば。しかし男の子はいつも調子に乗り、せっかく与えてもらった不思議な力をいつも無駄にしていたねば。その化け物はもともと猫だったらしいねば。そして自分のことをこう呼んでいたねば。僕ドラゴンです。その化け物には妹らしき黄色い種類もいたらしいねば。みんなの机の引き出しから化け物が出てきたときは気をつけるねばよ。テクテクネバールくん、今日はネバールくんが聞いた怖そうで怖くない話を紹介するねば。これはある親子のお話ねば。ある日の早朝、お母さんはみつおくんを起こすためみつおくんの部屋に入っていったねば。そこにはお布団にくるまって目覚まし時計の音から逃げようとするみつおくんがいたねば。起きなさい、学校へ行く時間ですよ。お母さん、学校になんか行きたくないよ。なんで行きたくないの？理由を言いなさい。するとお母さんに向かってみつおくんはこう言ったねば。お友達は僕のこと嫌ってるし、それに先生たちまで僕のこと嫌ってるんだよ。そんなの理由になってないわよ。さあ早く起きて学校行く支度しなさい。イライラするお母さん、しかしそれでもみつおくんは反抗したねば。それじゃあ僕が学校に行かなきゃならない理由を言ってよ。お母さんはすかさずこう言い返したねば。あなたはもう52歳よ。校長先生なんだから行くのが当たり前でしょう。お母さんにとって自分が産んだ息子はいつまでも子供ねばね。大人になっても親は親、いくつになっても親には甘えたくなるものねばよ。テクテクネバールくん、今日はネバールくんが聞いた怖そうで怖くない話を紹介するねば。これはある大学生が大型連休を利用し実家に帰省した時のお話ねば。その日は久しぶりに会ったお姉ちゃんと深夜まで自分が知っている怖い話を語り合っていたねばよ。いくつか話し終わった頃だったねば。二人はこんな会話を始めたねば。こういう話をしてると霊って集まってくるって言うでしょ。今ももう来てたりして。でも実際に見たことないから霊がいるとは思えないよ。次の瞬間、姉の背後からおじさんのうめき声のような声が聞こえたねば。今の聞こえたよね。うん、大学生は怖くなったけど初めての心霊体験に興味津々。嬉しくなった大学生は調査を始めようとその場で立ち上がったねば。するとガッと腕をつかむお姉ちゃん、そして顔を伏せたままこう言ったねばよ。今のは私のおなら。
怪しい物音は幽霊とは限らないネバ。疑う気持ちを持つことも大切ネバね。テクテクネパールくん、今日はネパールくんが聞いた怖そうで怖くない話を紹介するネバ。これは男性が寝ている時に体験したお話ネバ。ある日男性が寝ていると、奇妙な声に気がついて男性は目を覚ましたネバ。しかし男性が目を覚ますと怪しい気配も消え、奇妙な声も聞こえなくなっていたネバ。男性は再び寝ることにしたネバ。しばらくすると、再び聞こえてきた奇妙な声。男性は目を覚ますと、その声はやっぱり聞こえなくなったネバ。男性はその正体を知りたくなり、ビデオカメラをセットして寝ることにしたネバ。またまた聞こえる奇妙な声。男性は目を覚まし、早速ビデオカメラを再生してみたネバ。するとそこには、大きないびきをかいた男性の姿が映っていたネバ。俺、疲れてるんだな。ギャーギャーギャー。夢の中で聞こえる騒音、それは自分のいびきかもしれないネバ。疲れてるときは要注意ネバよ。テクテクネバールくん、今日はネバールくんが聞いた怖そうで怖くない話を紹介するネバ。これは一人の男性が体験したお話ネバ。男性は一人旅に行くことになったネバ。その町に行くのが初めてだった男性は、そこで大変な事件に巻き込まれたネバ。お腹が空いた男性はその町で行列を見つけ、その先にある食べ物を食べることにしたネバ。先頭に近づくにつれ感じるソースの匂い。男性はそこで衝撃的な言葉を耳にしたネバ。おっちゃんなんぼ？はい、400万円。ギャーギャーギャー。ぼったくられる前に行列から離れ、なんとか被害に遭わずに済んだ男性。良い子のみんなもぼったくりには気をつけるネバよ。え？冗談？大阪じゃ当たり前だったネバか。ギャーギャーギャー。テクテクネバールくん、今日はネバールくんが聞いた怖そうで怖くない話を紹介するネバ。これはある家族のお話ネバ。男性は壮絶な暮らしをしていたネバよ。僕は家族にとってどんな存在なのか。僕は生まれてから一度も服を着せてもらったことがない。僕はご飯を食べるときは箸もスプーンも使わせてもらえない。もちろん
おかずもない。他の家族がテーブルで食べているごちそうを横目に、いつも同じものを地べたで食べている。まあ、食べさせてもらってるだけ、いい方か。僕は飲み物なんてこれまで生きてきて、水道水しか飲んだことがない。外に行くときは、首輪に紐をつけられ、自由に動くことを制限される。僕に逃げる場所はないのだ。その男性のもとへ家族の一人が近づき、こう言ったねば。小太郎、撫でてほしいな。いい子だ。そう、僕は犬だったんだ。大事な家族ねば。たまにはペット目線でその生活を見てあげることも大切ねばよ。見てくれてありがなっとうねば。ねばるくんのイベントやグッズの情報は動画説明欄にあるねばね。また遊ぼうねば。